おはようございます。今日もショワインファミリーの面々とツーリングに出かけます。今日は大阪の南の方、南河内って言われるエリアかなにあるライダーズカフェ、行って、それから、道の駅スタンプラリーやってはる人がいてるんで、道の駅を回って帰ってくるというプランです。おはようございます。今日は間違いなくこれもランチやからね。うん、ハラミ丼が美味しいとかね。ハラミ丼、ハラミ丼、じゃあそれでいただきます。はい、出発。またうどん屋のとこ曲がってください。すごい。でももうだいぶ工事がね進んでてね、もうだいぶ建物建ってるからね。もう、うん、コストコがね、なのか。はい、あ、でもあれや、わかりにくいですね。あれさ、駐車場がな、客式とか作ってくれへんかったかな。え、客式、福岡のララポートにはニューガンダムが建ってるじゃないですか。ああ。その代わり次の信号、これのもう一つ次の信号左に曲がったら、あの、あそこ海洋堂の本社があるから、そこに大魔神の像が建ったってやつけどね。へぇー、新さん後ろ走ったら言ってね、順番変わりたかったら言ってください。大丈夫です、ありがとうございます。一番後ろでもいいですよ。うん、煽ってください。新さん NC 乗れるよ。 NC 750教習車やから。あ、でもあれ教習車、大丈夫、あれ教習車です。へえ、車高台も落としてくれてるからね。大型の教習車やね、ほんと。ああ、もう今はさ NC って言われてピンとけえへんかって。オートマやね、あれも。いや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 、あの教習車ミッションもありますよ。ああ、6速の。ああ、ねえね、教習車5速にしてくれたのかな。あの辺も道の駅あるもんね。あの辺も行かなあかんもんね。大吉さんどうぞ。あと2年やん。1年半2年弱。諦めてますよ。そう、勝った瞬間に諦めましたよ。そう、なんかだいぶしたらもう悔しいやんね。まあまあまあ、あれって期限があんの。そうそう、あれ5年にしてほしいよね。はい、署名書かみんな5年にしてって。あ、2年間でもあらなかん。3年、3年で3年。なんか3年でまだなんか特典みたいなのあるんですか。なんかもらえるとか、バッチがもらえる、もらえるみたいですね。そう、なんかもらってます。もらってたね。125で回ろうとするからダメなんでしょうね。そうでしょうね。それもらうって、あの、誰がくれるんですか。その道の駅なんとか協会みたいなのがあるの。多分ビワイチもね、自転車で回ってポイントでなんかあのチェック入れたら感想証をもらえるみたいやけど、新さんあれからまず釣り何回か行ってはるんですか。今はちょっとオフシーズンなんで。あ、そうなの。釣りオフシーズンってやっぱあるんですか。そうですね。あんなんて冬場の方が釣りってええんちゃいまんの。
暑い、魚によって暑いなんですけど、僕らが行ってるのはちょうどこれから、うん、今年は20、あ、今日もあの極めば行ってるんですけど、うん、そこは22からスタートです。22、釣りも凝り出したら大変やろな、お金もかかるやろしね。そうですね、釣りこそ自己満足の世界じゃないですかね。ああ、なんかそんなに竿とリール変えても超過変わらんやろみたいなでもあれ海と川とではちゃうやろし、釣る魚でも違うんでしょ、いろいろ仕掛けは違いますね。これその辺さえ分かれへんね。もう糸に貼り付けて餌つけたら釣れるやろとそんな感覚しかないけど違うんやろな、そら。あの、なんだっけ、なんとかの、そうそう、疲労がちゃう動物が、あ、そうそう、ハーベスト、あ、そうそう、ハーベストの丘か、あ、そうそう、ハーベスト、うち親戚があそこで犬もらいよって、あそこの、あの、言うたら職員に、職員っていうか、あの、動物ね、年取ってもう引退で欲しい人もらってください言うて、ゴールデンレトリバーでかいのでもらってから3年ぐらいで亡くなったんかな。まあそう、もう来た時に10歳ぐらいやったからね。大型犬12、3歳、大型犬の介護はね、うん、大変大変。でもええねん、大型犬買うのが夢やった言うて、それのために車も買い替えよって、普通の乗用車からワンボックス、軽のワンボックスに買い替えて、この子どっかいろんなとこ連れて行きたい言うて。うちも今のやつの前はラブラドールやったんで。ああ。ここです。これ左手。もっと山にはほとんど止まってへん。ラッキー。あ、よかったやん、今日。ちょっとまたの屋根の下がバイクよ。ど、うん、そこでええんちゃう？どこでもええんちゃう？間空きとこ。あ、ちっちゃいワークがあるで、ほら、前に続けて。あ、ほんまや。あれでき。え、なにこれ、子供よ。どこ。ポケバイですかね。ポケバイやんね。ポケバイレースのやつ。あれやったら車にすぐ詰めるよ。うん。ちんたんのもう一回撮っとこう。これは見るたんびに変わるもんな、ほんまにすごいな。え、見るたんびにね、このモンキー姿が変わっていく。オーバーで揃えてるところが、せやな、こだわりを持って、おしゃれ、オーナーのステータスですね。うん、素敵な方、感動、感動、本当、本当来ました、本当。
あ、ほら、前ここに来とるんですね。そうなんですよ。そうなんですよ。それでも、こっちから困らないですか。はい、はい、シールド。逆にマスクしてるから曇るような気がすんねんね。お待たせしました。千早の方がね、はい、千早はね、誰もいいと思うよ。最高。何のために存在してるんですかね。そうそう、それ聞いていって。アップラリー、聞いてよ。アップラリーのため。いや、ああ、わからん。聞いてほしい。ラリーが始まる前からあったとは思うけど。市の駅ではなくて野菜を売ってると思ったら、野菜、地元の人の野菜売り場と。そうやな。車来てますよ。いや、入ってくると思う。どうぞ出るか。え、嘘、右違うの。右ですね。右やで。言うと、なんかあの、金剛山、金剛山に入る。金剛山ロープウェイっていうところがあるんで。金剛山いいね。金剛山ええで、ほんまライブカメラあるしね、あそこ。さか様子見、毎日見れるで。今度ハイキングしようや、金剛山山登り。ハイキング。金剛山ね、どこなんだろう。多分そこ、そこかな。資料館とか見る。そこ、そこですわ、その。あ、右ですね。あ、右です。あ、変な。あ、あの、結構見ながらいい、変わるんですね、これ。みんな道の駅だから、道の駅じゃなくて、あの野菜買いに行くんちゃうか。ほう。道の駅の前やのに、看板がないねん、道の駅って。過ぎてぐるっと回って駐車場に置きに行かなあかんからね。これが水仙の丘かなんかですか。右、右で、右です、右です。右ですか。それですもん、資料館が。右のそれ、それの隣、あの前の K の K の番が、左、違う、もうちょっと先、まだ先、そのこんな綺麗くない、隣です、ここ、ここ、ここです、ここです、これ、奥、奥に、そこに、巻き積んでるよ、巻き、あれ。あかんな、やっぱりみんなで来るとき SR あかんな、これ。そうでしょ、エンジンがかけられへん。ハーレーやったらもうこれバックさせんの無理無理、みんな、みんなであのお散歩、こんだけの勾配でもう無理やわ。しばしお待ちを。右で、右で、右で行って、あのなんとか、ロードっていうのを通れば、先から行ったら。ちょっと声が割れましたね。はい、どうもお待たせしました。こっちでも行けますけどね。左で行っても、あ、こっちでも行けますよ。こっちでも、こっちでもあの大丈夫ですよ。左から行くと近い。走る距離が近い。なんか今のところやったら空いてそうやから良さそうやね。南河内グリーンロード。グリーンロード。埋まりませんように。どっちもカーブで見えにくい。鈴見台。ガーデンカーでキッチンハート。ここにもありますから。また曇ってきた。
枯れてるんじゃないか、落ちてるね。ここ桜の下ね。ああ、散っちゃったね、もう。あ、鹿前やったら。よかったのに。向こうの台行ってみよう。展望台上がりますか。ホームレスが結構行けるじゃん。高いところですけど。よいしょ、疲れた。ここで、あの、あるやね。次のルートみんなで話し合うな。お茶飲みたいって言ってあるから。あ、そうか、誰がお茶飲みたいって言ってんのは。オニチャスに行ってもいいかもしれん。あ、オニチャスに行きましょうか。オニチャス、僕から食べた。PL 島、 PL 島の手前の建物何や、あれ手前、左側、こっちから言ったら、あー、マンションみたいなやつです。あ、すごい、でかいな。はい、皆さん写真撮り終えたらそこ並んでください。のハンコがね、あっちの右の、はい、あの建屋、白い白い、あの右の一番奥のバイク、ね、バイクが一番手前にいればいいやろ。はい、ちょっと行ってきますわ。あれね、あれあれ、はい、ゆっくりでいいよ、トイレ行きたいから。はい、新一さんもお土産食べないかけませんもんね。新一さんにあれ言ったらなあかんで、道の駅のスタンプところ教えてスタンプ帳、スタンプ帳いるで。何が普通 CX 三輪車。あれ、そっちみんな止めた。それ PCX なん？ほんまや。書いてますけどね。へえ。すごい三輪やん。え、そんなんあんの？そうなん。カスタム。インターコムの Bluetooth のルーターさん。行きました。はい、これで皆さんとも。倒れる。じゃあみんなビーコムに変えましょうか。なんでやねん、なんでやねん。セナちゃんに変えたとこやのに。風が来てるね。おい、あのおじいちゃんとおばあちゃんか。そうなんですよ。あ、おしゃれな。しんさん、はい、笑顔で見送られてます。またはい、朝からこれぐらいの気温やったらよかったですよ。ようやくやね。全然天気予報今日は外れやな。日向の方行きましょうか。はい、日向がいい。日陰は寒い。夏はね、日陰に入るのに。夏は涼しいの。日陰、日陰って。めっちゃ寝てる。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。